はい、どうもこんにちは。ガノデツカチャツのシンデレラナインやっていきましょう。ということで、今日はですね、よくガチャで見かける R の、タユタユなんですけども、こちら、何にも育てていません。当然。信頼度ランクもは上がってるんですけど、もう完全に生まれたての状態です。で、なんでこれを出しているかっていうと、この打線、見てください。一人当然、先ほどのやばいのがいますよね。先発タユタユの R、レベル1で、何にもスキルも何にも取っていないような状態で、これでね、もう試合をするわけなんですけども、いつも通り先発だけ違うだけでいつも通りの、感じで対戦するんですけども、こちら、まあ姉妹校さんなんですけども、 UR 打線に、挑戦していきたいと思います。この果たしてこのね、もう個々の能力がね強いね UR 打線に対して、でこのねもう最弱のまあ別にタユタユじゃなくてもいいんですけど、持ってたのがね、そのたまたまタユタユ、生まれたての状態のそのキャラがタユタユだけだったので、まあこんな感じでもう最弱のピッチャーで、どこまでね抑えられるかっていう感じこのバカ企画なんですけども、完全にそれだもんで、まあもうすんごい打たれます。でそれだもんで、もういかにねうちのね打線が頑張ってくれるか、もうそれにかかっております。で守備面でもね、そのまあ打たれることはもう大前提なので、もうちゃんとね守ってくれるか、いかにね守備で、守備もねその打線と攻撃面でも守備面でも、頑張ってもらわないとまず勝てないはい、という感じでねやっていきましょう。で選手に任せるじゃなくて、まあもちろんねマニュアルで動かしていくんですけども、もうずっと投げ抜いてもらいます。もうリリーフは出しません。はい、もうスタミナはねもうすっからかんにすぐなっちゃうんですけど、はい、で行きましょう。はい、もうずっと投げ抜いてもらいます。はい、三振、アウト、アウト、うん、三者凡退、はい、でアウト、アウト、はい、ヒットで、盗塁成功からのアウト、うん、危ないランナー出すもちゃんと抑えましたねお、ホームラン OK、 先制ホームランですよ、いいですよ。じゃあここはもう出し惜しみしてもしょうがない、もうどんどんね攻撃で、シンデレラハーモニー使っていきます。ホームラン、はい、2者連続ホームランですね。はい、 OK、 2対0ですね。でミート重視はまあいいんで、はい、取っておきましょう。はい、でアウトで、アウトですね。で当然三振で三振を、三振を取っていく。はい、で盗塁成功、ヒット、うーん、2対1、点を取られる、盗塁失敗、ナイス、盗塁失敗はでかい。さあ、また1番からスタートですね。でヒットになっていく、でアウトで耐久で、スタミナ減らします。スタミナを減らしてフォアボールで、はい、で篠雲ちゃんに回ってラン、ワンアウトでヒット OK ですね。で、ミート重視です。はい、行きましょう、ガンガン行きましょう。はい、さあどうだ、おお、いいですね、3点タイムリーですね。 OK です、ございます。どんどんこうやってね貯金を稼いでいきましょうはい、ヒット OK ですね、いいですね。はい、序盤いい感じに、試合は進んでいきますけども、はい、で敵のピッチャーは変わっていく。はい、でアウト、うん、でアウト、三振、三振を取っていく。はい、でヒットで、はい、ヒットでミート重視、はい、どんどん使っていきます。はい、いいですね、今のところの流れはいいって感じ。はい、タイムリーヒットですね、 OK でございます。これで1点をまたさらに追加点を取っていく。はい、でアウト、アウトで、アウトですね、うん、ここからは三者凡退でしたね。はい、でアウト、うん、なぜか今のところはいい感じに抑えてるんですけど、どこから打たれ出すかわからないので、もう、はい、でアウト、スリーベースヒット、うーん、で、うん、ツーベースヒットか、うん、OK、 でもアウトで抑えていく。はい、いいですね、守備、ああ強振すればよかった、ああ今日もったいねえなでアウト、アウトで、スリーベースヒット、うーん、三振 OK でございます。でヒットで、で三振、アウト、アウトですね、はい、三振で、どうしましょうかね、完投激励しても意味ないですよね、そもそもがはい、でアウト、もうこのまんま行きましょう、スタミナすっからかんですけどこのまんま行く。はい、でアウト、でアウト、三振で、はい、でアウト、うん、でじゃあここはもう一応完投激励意味ないですけど、はい、
で使った途端に打たれていく、はい、でアウト、アウトでアウト OK でございます。はい、7対2で、勝利ですね。はい、無事ね、なんか抑えられましたね。なんかね、まあ守備がね頑張ってくれたっていう感じですかね。まあキリちゃんもまあいるしみたいなところもありますけども、選手戦績見てみましょう。はい、で安打数が一番多かったのはやはり、まあレナ様ですね。さすがでしたもんね。はい、で打点も5打点という感じで、であとはしのくもちゃんのまああのこの2トップですね、クリーンアップの、はい、いつも通りのあのまあ長距離砲ですねが活躍してくれたと。で失点2で奪三振4で、被安打が8、いいんじゃないでしょうかまさかの最弱の、先発投手を使っても、UR 打線をねなんとか抑えていくとまあ打たせてその打ち取るみたいな、感じでしたね。まあ当然でも三振を4奪三振取れたっていうのがちょっとね、意外でしたね。はい、まさかね UR 相手にこんな三振取れるとは思わなかった。で2失点でのみっていうのがこれまたすごいですね。まあヒット数、敵のヒット数は8とこっち11で、まあそんな変わらないですけど、まあヒットはね、まあそれなりに打たれてはいるので、まあ一発が出れば普通にもうポンポン打たれればもうヒットヒットっていう連打になれば、その負けていましたねまあ運が良かったとしか言いようがない。で打席結果はまあこんな感じで、まあまあやはりね、まあちょいちょい打たれてるような感じです。まあこちらはねもう本当先発投手がこれなんでまあ奇跡的に勝ったよというような感じですね。まあさすがにね、その育った UR 打線には無理だと思いますけど、まあなんとか勝てたよというような感じで、はい、まあちょっとね、こういうね、ちょっとバカ企画でしたけど、はい、まあね、なんとか勝てたということで良かったと思います。はいはい、ということで、今日は、先発を、R さんの、ガチャキャラで、レベル1の状態で UR 打線に挑んでみたでした。バイバイ。